地方の時代映像祭は地域が直面する問題に迫った優れた番組を表彰するものです。今年の放送局部門には144作品の応募があり、入賞した8作品の中からテレビ金沢が制作した復興スーパー元屋さん一家の願いが審査員特別賞に選ばれました。この番組は能登半島地震で被災しながらも営業を続ける輪島市町の町のスーパーを通して地域コミュニティや住民同士の絆を描いたもので、今年5月に放送されました。